ったくれ。あの半人前ロードに何かあったのか。実は師匠お気に入りの喫茶店がトラブルで閉店してしまって。時計塔始まって以来のしょぼい事件だな。で、おい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 、ニシちゃん、こいつはマジでヤバそうだぞ。そんな、師匠。次回、ロードエルメロイ2世の事件簿、レールチェッペリングレースノート第3話、スカメイ級と雷鳴。